ジムラベルこと、ジェームズ・アーサー・ラベル・ジュニアは、アメリカ合衆国の元宇宙飛行士、海軍飛行士、機械技師である。1968年、アポロ8号の司令船操縦士として、人類初の月周回飛行に成功した3人のうちの1人となった。その後、1970年のアポロ13号に、船長として登場し、途中で重大な故障が発生したものの、 月を一周して地球に帰還した。ラベルは1965年のジェミニ7号、1966年のジェミニ12号にも参加している。4回も宇宙飛行を行ったのはラベルが史上初である。また月への飛行を2度行ったのも初である。1928年にオハイオ州クリーブランドで生まれた。父はカナダオンタリオ州生まれで、 石炭炉のセールスマンだった父ジェームズ・ラベルシニア、母はチェコ系のブランシェだった。父は1933年に交通事故で死亡した。二人の間の子供はラベル一人であった。ラベルと母親はインディアナ州テレフォートにある親戚の家に約2年間住んでいた。その後、母と一緒にウィスコンシン州ミルウォーキーに移り住み、 ジュノー高校を卒業した。幼少期はボーイスカウトに所属し、最終的にボーイスカウトの最高位であるイーグルスカウトを達成した。少年時代のラベルはロケットに興味を持ち、ロケットの模型を作って飛ばしていた。高校卒業後はウィスコンシン大学マディソン校に入学し、1946年から1948年までの2年間、 同行の海軍飛行士訓練プログラムに参加した。マディソン大学ではフットボールをプレイし、フラタニティ組織、アルファファイオメガに入会した。ラベルが飛行士訓練に参加していた1948年の夏、アメリカ海軍はプログラムの削減を始めており、主幹候補生たちは他校に転校するよう圧力を受けていた。そのままでは、 海軍飛行士として卒業しても飛行士の職に就けない可能性があった。ラベルは1948年秋に海軍兵学校に出願し合格した。海軍兵学校1年生の時液体燃料、ロケットエンジンに関する論文を書いた。海軍兵学校で4年間を過ごし、1952年春に将位として卒業し、学士の学位を取得した。 その後、1952年10月から1954年2月まで、ペンサコーラ海軍航空基地で飛行訓練を受けた。ラベルは1954年2月1日に海軍航空士官に任命された。操縦訓練を終えると、カリフォルニア州サンフランシスコ近郊のモフェット連邦飛行場にある第3混成飛行隊に配属された。 1954年から1956年にかけては艦上夜間戦闘機械に H-3 番 C を操縦した。これには空母、シャングリラでの西太平洋での任務も含まれていた。シャングリラはアメリカ海軍の空母としては2番目のアングルドデッキを持つ空母として改装されていた。陸上勤務に戻ると、 艦上ジェット戦闘機会3 h デーモンのパイロット移行訓練を担当するようになった。1958年1月、メリーランド州パタクセントリバー海軍航空基地にある海軍テストパイロット学校で6ヶ月間のテストパイロット訓練コースに参加した。同級生にはピート・コンラッドやウォルター・シラーがいた。ラベルはこのクラスを主席で卒業した。 同年末、マーキュリー計画の宇宙飛行士候補として、アメリカ軍のテストパイロットの中から選ばれた110人の中に、ラベル、コンラット、シラーの3人がいた。シラーは、マーキュリー7の1人となったが、ラベルとコンラットは健康上の理由で選抜から漏れた。ラベルが落選したのは、血液中のビリルビンの値が一時的に高かったためである。 1961年、南カリフォルニア大学の航空安全学校を修了した。パタクセントリバー海軍航空基地では電子機器の試験に配属された。ラベルに割り当てられたコールサインはシェイキーで、これはコンラットが名付けたものだった。ラベルは F4H のプログラムマネージャーになり、ジョン・ヤングがその下で働いていた。1961年、 第101戦闘攻撃飛行隊デタッチメントアルファの飛行教官及び安全技術担当者としての任務を受けた。1962年、NASA はジェミニ計画とアッポロ計画のために新たな宇宙飛行士を必要としていた。ラベルは2度目の応募でコンラットと共に NASA 宇宙飛行士グループにニューナインに合格した。ジェミニ7号ジェミニ12号での帰還後、 回収船のデッキに立つバズ・オルドリンとラベル・ラベルは、ジェミニー4号の予備搭乗員に選ばれた。その後、1965年12月に、フランク・ボーマンと共にジェミニー7号のパイロットを務めた。この、フライトの目的は、14日間の軌道上での活動が、クルーと宇宙船に与える影響を評価することだった。この14日間のフライトでは、206回の、 地球周回を行う耐久記録を樹立した。また、ジェミニ 6A 号との史上初のランデブーに成功した。12月4日にラベルとボーマンの乗ったジェミニ7号が打ち上げられ、それを追って12月15日にウォルター・シラーとトーマス・スタッフフォードが乗ったジェミニ 6A 号が打ち上げられた。同時に4人が宇宙に滞在したのは初めてのことである。ランデブーには成功したが、 すべてが順調だったとは言えない。宇宙での滞在が11日目を迎えた時に、いくつかのスラスターが噴射しなくなった。さらに翌日には、燃料電池の電力が低下した。このような不具合があったものの14日目に、地球帰還した。ジェミニ12号ラベルは、その後、ジェミニ10号の予備搭乗員となることが予定されていた。しかし、ジェミニ9号の搭乗員だった。 エディオットシーとチャールズ・バセットが T-38 による訓練飛行中にビルに撃として死亡したため、ラベルはトーマス・スタッフ,フォードに代わってジェミニ QA 号の予備搭乗員となった。これによりラベルは1966年11月にバズ・オルドリンを乗せて行われたジェミニ12号での2回目の宇宙飛行で初の船長を務めることとなった。 この宇宙飛行では3回の船外活動、59回の地球周回を行い、アジェナ標的機との5回目のランデブーと4回目のドッキングを達成した。ランデブー用のレーダーが故障して、手動でのドッキングを行うアジェナ衛星の噴射装置が故障して、高度を上げられないなど、細かな問題は起きたが、予定のミッションを達成して、5日間の飛行を終えて、地球に帰還した。 アポロ8号アポロ8号の指令船に登場中のラベルラベルは当初ニール・アームストロングを船長バズ・オルドリンを月着陸船操縦士とするアポロ9号の予備搭乗員の指令船操縦士に選ばれたアポロ9号は月着陸船の高等地点での地球周回テストとして計画されたその後メインの CMP のマイケル・コリンズが 脊水の手術を受けることになったため、ラベルと交代することになった。これによりラベルは、船長のフランク・ボーマン、LMP のウィリアム・アンダースと一緒になった。本来の計画では、アポロ8号で司令船と月着陸船のドッキングなどを確かめ、ラベルらのアポロ9号で月周回軌道へ投入するはずであった。ところが月着陸船の製造が予定よりも遅れ。 アポロ8号の打ち上げ予定日に間に合わなくなった。そこで月への競争相手ソ連の動向などもあって、8号と9号の順序を入れ替え、9号のミッションはアポロ8号として先に行い、8号のミッションは月着陸船の準備が整った時点で行うこととなった。1968年12月21日、ボーマン、ラベル。 アンダースの3人が乗るアポロ8号が打ち上げられ、3日後には月の重力圏に入り月を周回する軌道に入った。3人は人類初の月周回者となった。CMP であるラベルは宇宙船に内蔵された6分儀を使って星の位置を測定し、宇宙船の位置を決定した。この情報は必要な軌道修正を計算するために使用された。 12月24日に月周回軌道に入ったアポロ8号は高度約 110km の円軌道を10回計20時間かけて周回した人類で初めて月の裏側を観測し地球が月の地平線を登る姿を人類で初めて目撃したまた月面の白黒テレビ映像を地球に送信したこの日はクリスマスイブであることからラベルは ボーマンとアンダースと交代で、聖書の創世記の一節を読み上げた。アポロ8号は12月25日、地球からの電波が届かない月の裏側で、ロケットの燃焼を行い、地球への帰還を開始した。地球との通信が回復した時、ラベルは真っ先に、聞いてくれ。サンタクロースがいたんだと管制室に対して通信した。 アポロ8号は12月27日に地球に帰還した。聖書の朗読やサンタクロースの件について、無神論者団体アメリカンアテストの代表であるマダリン・マーレー・オーヘールから、宇宙飛行士は宇宙にいる間は、宗教的活動を控えるべきだと訴えが出された。アポロ13号アポロ13号のミッション前に、発射台の前に立つラベルアポロ13号の無事帰還を、 伝える、新聞記事を、回収船、伊王島環状で読むラベルラベルは、アポロ11号の予備搭乗員を務め、その後、アポロ14号で船長となる予定だった。しかし、14号の搭乗員は、アポロ13号の搭乗員とミッションを交代することとなった。これは、13号の船長であるアラン・シェパードの訓練が、 中次元の悪化により遅れていたためである。1970年4月11日、船長のラベル、CMP のジャックス・ワイガーと LMP のフレッド・ヘイズが登場するアポロ13号が打ち上げられた。この飛行はラベルにとって人類史上初となる4度目の宇宙飛行、2度目の月への飛行となった。ラベルとヘイズは月面に着陸する予定だった。 打ち上げから2日後の4月13日、地球から月へ向かう工程をおよそ5分の4ほど進んだ。ところで、液体酸素タンクの定期的な核拌中に火災が発生した。NASA によれば、配線の電気絶縁体が損傷して、火花が発生したことが最も有力な原因とされている。液体酸素が急速に気化して、タンクが爆発し、2つ目の酸素タンクも損傷して、 液体酸素が漏れ出した。わずか2時間余りできないの酸素は全て失われ、アポロ指令、機械船に電力を供給する、水素燃料電池も機能しなくなった。これにより、月面着陸ミッションは直ちに中止され、搭乗員を安全に地球に帰還させることが唯一の目的となった。ガッツ着陸船をバッテリー、酸素、推進力を供給する。 救命ボートとして使用し、一旦離脱した自由帰還軌道を再び確立し、月の周りを旋回して地球に帰還することとした。地球上で行われた管制管の計算に基づいて、ラベルは月着陸船のスラスターとエンジンを手動で操作して、コースを2回調整した。アポロ13号は4月17日に地球に帰還した。ラベルは 月に二度行った三人のうちの一人であるが、ジョン・ヤングやユージン、友人サーナンとは異なり、月面には一度も降り立っていない。ラベルは、ジェミニとアポロの飛行で715時間以上を宇宙に滞在し、269回の日の出を宇宙から見た。これは、1973年7月から9月にかけて行われた、スカイラブ3号のミッションで抜かれるまで、 最長の宇宙滞在記録だった。アポロ13号が帰還時に到達した地点は人類が到達した地球から最も遠い地点である。ノースカロライナ州の科学フェスティバルで講演するラベルラベルは1973年3月1日に海軍と宇宙計画から引退した。同年にテキサス州ヒューストンにある米ヒューストン栄光会社に入社し、 1975年に CEO となった。1977年にフィスク電話システムズ社の社長となり、その後センテル社に勤務し、執行副社長となった後に、1991年1月1日に退職した。ラベルは、シカゴのフェデラルシグナル、故郷ミルウォーキーのアストロナウティクスコーポレーションオブ、アメリカ、シカゴのセンテルなど、 いくつかの会社の役員を務めている。ラベルは、ジェフリー・クルーガーと共に、1994年に、アポロ13号のミッションにおける体験をまとめた、ロスト・ムーン・ザ・ペラーラス・ボーエージ・オブ・アポロ13を執筆した。ロン・ハワード監督の1995年の映画、アポロ13は、この本をもとに制作された。ラベルは映画化の話を聞いたとき、自分の役は、 体格が似ているケビン・コスナーが適していると思ったが、実際に演じたのはトム・ハンクスだった。撮影の準備のために、ハンクスはテキサス州のラベル夫妻の自宅を訪ね、さらにラベルの自家用飛行機で一緒に飛行した。この映画で映画制作者は当初ラベルに着水した司令船の改修にあたった教習揚陸艦伊王島に上官している提督の役として、 カメを出演することを提案した。しかし、ラベルは、私は大佐として引退した。これからも大佐であり続けると言って、それを断った。最終的にラベルは、硫ジ島の艦長、リーランドイーカー家も大佐の役で出演することとなった。宇宙飛行士たちが硫ジ島に乗り込むシーンで、ハンクスがボイスオーバーで話す中、ハンクスの手を握る。 海軍士官がラベルである。妻のマリリンも打ち上げの見学者の役で亀を出演しているほか、特別版 DVD には夫妻によるコメンタリーが収録されている。ラベルと妻のマリリン1952年、海軍兵学校を卒業したラベルは、高校時代からの恋人であるマリリン・リリー・ゲルラフ派と結婚した。ラベルが海軍兵学校に転校した時、 マリリンもウィスコンシン州立教育大学からワシントン DC のジョージ・ワシントン大学に転校し、ラベルの側にいられるようにした。二人の間には、バーバラ、ジェームズ、スーザン、ジェフリーの4人の子供がいる。1995年の映画アポロ13では、女優のキャスリーン・クインランがマリリン役を演じ、アカデミー女演女優賞にノミネートされた。 1999年、ラベル家は、イリノイ州、レイクフォレストに高級レストラン、ロベル、エス・オブ・レイクフォレストを、オープンした。このレストランには、ラベルが、NASA に在籍していた頃の品々や、アポロ13の撮影で使われた品々が、数多く展示されていた。2006年に、息子で、エグゼクティブシェフのジェームズに所有権が譲渡された。 このレストランは2014年2月に売りに出され、2015年4月に閉店し、同月に物件が競売にかけられた。マーキュリー計画をはじめ多くの宇宙飛行士が離婚を経験しているが、ラベルとマリリンはおしどり夫婦として知られる。ラベルは数多くの賞を受賞している。ジェミニ6号と7号の搭乗員は、1966年のハーモントロフィーを受賞した。 ジェミニ12号のミッションでも1967年のハーモントロフィーを受賞した。アポロ8号の登場員は1968年にコリアートロフィーを受賞した。1969年にはニクソン大統領がロバート・イチゴダード博士記念トロフィーを登場員に授与し、ラベルが代表して受け取った。また、1969年に3度目の ハーモントロフィーを授与された。アポロ8号の他の登場員とともに、アイアーのヘイリー宇宙飛行士賞を受賞した。アポロ8号の登場員は、1968年にタイム誌のメイン・オブ・ザイヤーに選ばれた。1982年、ラベルはジェミニ計画の10人の宇宙飛行士の一人として、国際航空宇宙の殿堂に殿堂入りした。 1993年には、他の12人のジェミニ計画の宇宙飛行士と共に、アメリカ宇宙飛行士伝道に、沿道入りした。1970年、月の裏側にあるクレーターに、ラベルと名付けられた。ミルウォーギーの科学館、ディスカバリー・ワールドは、ジェームズ・ラベル科学、経済、技術博物館と名付けられた。また、この博物館はかつて、 同じクラベルにちなんで名付けられたジェームズ・ラベル通りにあった。2010年10月、グレートレイクス海軍診療所と北シカゴ大陸軍人医療センターを統合したキャプテン・ジェームズ・エーラベル連邦医療センターが完成した。アポロ13号の地球期間の約1ヶ月後、アポロ13号の搭乗員3人は NBC のトーク番組ザ・トゥナイト・ショーに出演した。ラベルは ニコラス・ローグ監督の1976年の映画地球に落ちてきた男に本人役で仮面を出演した。ラベルの1994年の書籍をもとに制作された1995年の映画アポロ13ではトム・ハンクスがラベルの役を演じた。この映画にはラベル夫妻が仮面を出演している。 1998年の HBO のテレビドラマ、From アー e a r t h 人類月に立つでは、ティム・デイリーがラベルの役を演じた。2018年の映画、ファーストマンでは、パブロ・シュレイバーがラベルの役を演じた。ありがとうございます。